月1日間全くないんで実感してないんですけど、いや公演も終わりました。あ、アイダーマンさんありがとう、許して髪の毛が公演終わりやからボサボサだよ。明日から少し休み、ほんまにもう初日も終わって公演も終わって明日はお休みやから、もう明日こそゆっくりぐったらしたいと思いますね。公演お疲れ様ありがとう。電波悪い？悪いかな？悪いかもしらん。悪いか言ってください。ちょっと電波悪いですか？あ、ともひこさんありがとう。悪そうな気もしてきた。電波悪いかな。お、新春公演行ってたよ。ありがとう。ありきやさんありがとうございます。これで良くなるか。あ、福袋当たった、おめでとう。タワー来てるな、ちょっと待ってよ。わー、リコタンタワーありがとう、ありがとう。タワー2つ、あれ見落としちゃってた。止まってた。タワーが2つをということで、ちょっと待ってよ。電波悪すぎて美咲コメント遡られへんねんけど、ちょっと待って。ちょっと待って。ほのかさん、ほのかちゃん、ほのかちゃんありがとう。嬉しい、ありがとう。宣材写真変わってる、そう、変わっちゃう。宣材写真みんな見てください、私の宣材写真。新しく公式の壁写って言うんですか、あれは。あれが変わったのに、あれちょっとあれ漏れてると思います、自分で言うのあれやけどどう、なんかさ顔が濃くなったよね漏れたよ、漏れたよ、めっちゃ漏れた、漏れたよ。よかった、 YNN がもう YNN の写真漏れたから、こっち漏れてなかったらどうしようって思ってたけど、意外と漏れてて嬉しかった。ぜひ皆さん後で坂田美咲調べてくださいね。あ、ゆいさんありがとう、ほのかちゃんもハートいっぱいありがとう。はなんか読んでないところがあった気がするねんだよ。あ、ミリちゃんもありがとう。わー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 、ゆいさん、リコタンありがとう、ななみちゃんもありがとう、ともいこさんもありがとうお持ち和やかな声聞こえて、今ねおばあちゃん家行ってるんですよ私。おばあちゃんにおるおって、いとことかも3歳と1歳の男の子のいとこなんですけど、もう超ちっちゃい、もう一番ね、なんやろ、スパイダーマンとか好きな年やから、戦いごっこをしてるんですよ下で。だからちょっと騒がしいね。わー、ゆいさんありがとう、しんちーさんもありがとう。そうだからさ、おばあちゃんちやからちょっと電波が悪かったのかな。竹坊さんありがとう。そう、スパイダーマン、仮面ライダーか、あれどっちでもいいやなんかキックとかパンチとかが好きなお年頃やからね、ずっと戦いごっこしてる。普通に力強いし怖い。だから別の部屋で配信してるから、 いつもさつけてるライトとかもないし、こう携帯も手持ちで持ってるから手ぶれ
すごいかもやけど。あ、トラキチさんありがとう。おっと、中吉や、中吉出てきた。そうや、おみくじも引きに行きたいな。ゆいさんありがとう。鋼の腹筋、そんないいもんじゃないですよ。青のりとかは可愛いでしょ、これ。このなんか最近原色みたいな、原色か、好き。パキッとした色が好きなんだよね。眠たいわマジで。今日も朝からナンバ行ったりしてたので、もう寝落ちしそうや。お雑煮食べてないです。子供のキック当たりどころ悪いとめっちゃ痛い、めっちゃ痛い。何時起き？でも別にそんなにめっちゃ遅く、早くはなんか7時半とかやけど、めちゃくちゃ早いわけじゃないけど、こんなお正月から元旦、元日からうるさ元日から早起きなんて今までしてこんへんかったから。あ、力也さん餅ありがとう。年越しジャンプはしてません。普通に座ってました。で、携帯のあの画面をスクショしてツイッター載せて感じですね。みんな元気、みんな元気。妹ちゃんも混ざってるんかな。何してんの。妹スプラトゥーンしてるんちゃう。トコちゃんにお年玉はあげてません。美咲もまだまだ子供やもん。まだまだ子供やからあげへん。もしこちギャルピースしてないですよ。こんにちは。え、160せめて158。そう、美咲の書き初め160目指せ106。あ、ゆいさんありがとう。タワーありがとうございます。嬉しい。みんなからのお年玉ですか。そう、書き初めか。ありがとう。お城か、お城か、ありがとう。いや嬉しいね。ねえ、書き初め、書き初めで何書こうかなと思って、160センチ行きたいけど、まああと5センチ4センチか伸ばすのはしんどいから158センチって書いたけど、もうそのなんか書き初めの内容よりあの字が汚すぎてびっくりした。いや、なんかさ、習字難しくない？習字めっちゃさ嫌いでさ、しかもなんか筆めっちゃパスパスになって書きにくくてさ、めっちゃくっめっちゃ汚いねんけど、あれほんま書き直したかったけど、てか書き直してん5回ぐらい。でも一生汚かった。あ、おなかちゃんありがとう。そうだからさ、あーとか、みさきほんまにちっちゃい時から思ってたのが、習字習っとけばよかったなってめっちゃ思う。5回も書き直した。そう、なんか薄いところ、しかも二度書きしまくってあれやからさ、ルール守り破りすぎやろって感じだけど、まあ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 、いいもん、ちゃんとした書き初めじゃないからね。あ、ミリちゃんありがとう。シオピーさんもクマさんありがとう。クマ同士とかないんかな。ないか、そんな。中さんもありがとう。でも習字というよりボールペン字とかの方がやりたいかも。なんか習字ってそんなさ、使う機会がないって言ったらあれやけど、ボールペンの方がやっぱさ、なんでしょう、綺麗。なんかさ、美咲は綺麗なあの教科書みたいな字が書けるようになりたいって言われたら別にそうじゃないね。なんか
誰が見ても綺麗に見えるし、あ、しおぴーさんありがとう、ななみちゃんもありがとう、あ、野原しんのすけのすけさんペンライトありがとう、なんかな、そのめちゃくちゃ習字に向きすぎてる字とかじゃなくて、なんか誰から見ても別に汚いとも思われへん字みたいな字になりたい。でもそれを書けるようになるにはやっぱ普通の綺麗な字の書き方マスターしてから自分なりの形に変えていかなく、江戸全部言えるよね、ウシトラウタツミウマヒツジサルトリイヌイ、あ、おかちゃんありがとう、これはでも語呂合わせで覚えましたね、ウシトラウタツミウマヒツジサルトリイヌイ、一時を百千万億超公開し無料対数めっちゃこういうさ呪文唱えるのなんか学校でやったもん、あ、ようちゃんありがとう、あれとかあの何やったっけ、あの西向侍小の月的な あとない運用マスターテーマル解き言葉丸命令、あの連帯なんかあれ活用の種類活用形みたいなもう覚えたし、カロカツデイニーダーバーならみたいな、なんか家業変革活用みたいなのも覚えた、ジュゲームは覚えられ、ジュゲーム、ジュゲーム、五本のすり切れ、五本のすり切れ、海樹林水魚の水魚松、雲来松、風来松、組んでるところに住むところ、やぶら小樹のブラコージ、ファイポファイポファイポのシュリガン、シュリガンのグリダグリダのポンポコビンのポンポコエナーのチョプチョクミエのチョスケ、水平リーベーも歌えるで、水平リーベー僕なんかね、七曲がりシップスクラークか七曲がりシップスクラークか、あとなんかあるっけな、なんかあるっけ、あと他にない、なんかそういうやつ、水平リーベー僕の船七がしぶつくらく、円周率か 3.14159265353 みたいな653ぐらいまでは覚えれる、水金地下木ドッテンかいやろ、知ってるよそれは、水星金星、え、水星金星地球火星木星、あ、木星土星天王星海王星か、冥王星は外れたんでしょ、知ってるよ知ってるよ、泣くよウグイス平安京、いい国作ろう鎌倉幕府、あれえてきさん、あのさマグマが流れてきた時のさ石の名前もさ覚え方汚いからちょっとここでは言われへんけど、あ、春のあけぼ、春はあけぼの夜で、春はあけぼのようよう白くなりゆく山際少し明かりて、まだ雲の細くたなびきたるみたいな、まだ雲の細くたなびきたるか、汚い覚え方あるんよりかちゃん、あ、ここまで言う、あんまやめとこ、ちょっと汚いこんな言葉言う、じゃちょっと6時5分になったら壇上を読みます、竹本さんありがとう、え、みんなさそんなにバカやと思ってんの、あ、やっさんありがとう、お、中吉、まだ中吉やありがとう、あとなんかあるっけ、他にも覚えてるからな、あ、シンティさんだるまありがとう、あと何かあるかな、
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、シャラソウジュ、サラソウジュの花の色。あ、ここまでしか覚えてないな。サラソウジュの花の色。わからんな。あ、ようちゃんありがとう。百人一首か。春すぎて夏気にけらし白たえの。うわ、何だっけ。ただ雲の細くほんのただ浮きたるじゃなくて。あ、ななみちゃんハートありがとう。何だっけ。春すぎて夏気にけらし白たえの。あれあれ、春すぎて夏気にけらし白たえの衣干す蝶天のかぐやまみたいな。あとはあともさ、なんかさ、意外とめちゃ百人一首できるから、上の句言ってくれたら下の句答えれるよ。みんな上の句言ってじゃん。まこちにはチャピなんて呼ばれてないですね。みさきです。あ、サボラ系は知らん。久方の、うわ、久方のは知らんな。富士の高嶺に雪は降りつつみたいなの知らん。秋の田のカリホのイオン、秋の田のカリホのみたいなやつ。あかん、あんま思った以上にさ言われなかった。なんかちはやふるー、ちはやぶるー、ちはらわからん。あよちゃんありがとう。あんまりちょっとわからんかったからもう言わなくて大丈夫。天の原去年の自分の方が言えてたな絶対。壁車可愛くなってますめっちゃ。自分で言うのもあれやけどさ、壁車漏れたよ今回の。みんな坂田美咲って調べてきて。富士山六王もなくはあれやろ、あれやろ、にルートやろ、ルートルートのやつやろ。なんか人並みにおごれやみたいな。あ、シオピーさんありがとう。あとなんかあるっけな、イオン化傾向もわかるで。 NA とかのやつやろ、 NA ナトリウムとか S とかみたいなね。炎色反応はリアカーなき軽村にみたいなやつやから、リアカー、リチウム赤、リアカーなき、ナトリウム黄色、軽村カリウム紫ぐらいまでしか覚えてないな。あ、野原しんのすけ、のすけさんハートありがとう。ゆいさんもハートありがとう。はっ、急遽始まっちゃったんや。あかんやん、かぶっちゃうかぶっちゃうかぶっちゃう。壇上呼んでいい、移動しようどうしようどうしよう、やばい、普通にボンミスボンミスボンミス、やばいやばいやばい、どうしよう。でも5分までちっちゃったもんな。え、どうしたらいい。え、今からさ、今から壇上呼んじゃっていいのかさ、え、5分まで待つのか、え、どうしよう。え、やばい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 、マリックマリックマリック、どうしたらいい、誰か教えて、どうしたらいい。やばい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 、え、やばいやばいやばい、想定ミス想定ミス。じゃあ5分になった瞬間に壇上呼んでぶっちぎります。だから今の間にスクショタイムしとこう。ちょっと待って、うさぎですこれ。あとなんかあるかな。23年やけどできんからピースで。じゃあなんかさ、肌の加工弱いかも。もういっか。これはシークレットタイム。あ、そう、あと劇場公演出演回数も10位で。
出させていただきました。ギリギリ入れた。今日はさ、ゆきのがおらんかったから10人で披露するってなったから、弥生からの11位から発表やったけど、一応10位で80回、ありがとうございます。もう来年は3桁目指したいと思います。3桁って100じゃなくても300とかもありえるからなまあ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 、でもほんまにこんな1年、まあでもお披露目が1年で初日が2月19とかやったから1年経ってないのに、こうやって出演回数できてよかったです。300はちょっと言い過ぎたね。来年は4桁。これはふうわさんのボケですか。N とナンバラあるから、そう N もあるし、ナンバラエティも出させてもらえることになってるから、なってるというかなるから、まあ前の80回よりの 1.5 倍ぐらいは出れるんかなとか思ってますけどね。え、86回中56回もセンターになってんの、やっば。そんな立たせてもらってたん、ありがとうございます。8桁目指そうね。もうバカみたいな数字になりますよ。そんな一重百千万十万百万千万一千万台やばい。もうなんか美咲は今超焦ってるから、いつもやったらさ、あんまりさ、時間自分で何分までしますって言ってさ、時間まで来てほしくないけど、今めちゃくちゃ早く時間5分来てほしい気持ちが勝っちゃってる。もう早く終わらないとっていう使命感があるから、この1分長すぎやろ。そう、いつもは思ってない、いつもは思ってないけど、今日はちょっと被っちゃってるから、あ、なっちゃった。ランキング読みます。13位、しんちーさん、2023年もよろしく、ぴょん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 、ありがとう、こちらこそよろしく。12位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。11位、ライダーマンさん、ありがとうございます。10位、おかちゃん、おかちゃん、ありがとうございます。9位、やっさん、やっさん、ありがとうございます。8位、ななみちゃん、ありがとうございます。7位、竹坊さん、シアトルの女神。10位、おめでとう、ありがとう。6位、しおぴーさん、ありがとうございます。5位、りきやさん、あけおめアルバム発売もおめでとう、ありがとうございます、あけおめ4位、ともひこさん、ありがとうございます。3位、りこたん、ありがとうございます、タワーもありがとう。2位、ほのかちゃん、ありがとう、ほのかちゃんもタワーありがとう。1位、ゆいさん、ありがとうございます。はい、皆さん、じゃあ次は9期の特別公演、レッツゴーバイバイ、ありがとう、いい1年にしましょうね、ありがとう。